ちは。こんにちは。平川さん。はい。また、振り返りと前回に掲げた課題と対策を各チームの上げていきました。はいはい、それをもとに、勝敗とそれの振り返りもしていきたいと思います。まあね、はい。まず、まあ、ヤクルト巨人。結果が、まあ、勝ち越しのチームは赤で囲んでいて、ね、はい。今回は勝ち越したチームは全部、3連勝、あとは、日中戦は2試合だったので2連勝ということで、ね、負けがなかったということですよね。ね、あとは1勝1敗1分かな、うん。はい。で、まあ、ヤクルト巨人。で、ヤクルト正念場。はい、って言ってたんだけど、まあ、3連敗しちゃったと。で、巨人の方は継続、まあ、勢いが出てきたということで、まあ、継続に成功ということだよね、はい、まあその中でやっぱり巨人は、はい、今日でもそうなんだけど、原監督の継投のうまさっていうのがすごく光ったということと、やっぱり4番岡本2三振の後、はい、右へのホームランとかで、丸がなんか丸シフトを嘲笑うかのようなセーフティーバント、はい、まあいろいろなことがあったよ。で、まあ、大城がバッティングの調子が上がってきたとか、まあいいことだらけのこう3連勝だったんだけどね、うん、でヤクルトの方はちょっと元気がなくなってんな、うん、まあ、やる気はすごく感じるんだけど、はい、なんとなくこう先発ピッチャーが早い回に崩れてちょっとゲームにならなかったっていう試合が2試合あったし、うん、やっぱ先発ピッチャーがもう少しこうゲームを作ってくれるとやっぱりヤクルトの打線っていうのは強力なんで、うん、まあ、正念場をちょっと乗り越えてほしいなっていうふうに思うよね。はい、で巨人の方では、まあ、梶谷がもう少し打ってくれるともっと楽になるということだよね。そうするとやっぱこう完全復帰っていう形にちょっと少し物足りないかなっていうところですか。ちょっと物足りないな、うん、まあ徐々に、まあ、当たりやってる姿っていうのは悪くないんで、はい、まあ、そのうち復活するかなという感じがしました、はい、阪神と DeNA、はい、で阪神の方は油断大敵、はい、まさにで3連敗しちゃったという、そうですね、うん、3連敗は今シーズン初ですよね、うん、でね、うん、なんていうの、まあ、油断はしてないとは思うんだけど、うん、打てない。これはあの佐藤選手が不審なところっていうのは大きく影響してますか？もう影響してるし、はい、やっぱ4番の大山が打てないっていうことも影響してるよね、はい、まあ、それとやっぱミスが出始めてる守備ですか、うん、はい、でミスをしてたんだけど、うん、あのそれを帳消しにできてたんだよね、うん、チームが調子いいから。だけどそのミスが勝敗に直結するようになってきている、うん、だから今本当に危ない状態に入ってる阪神は。なるほど、そこで2位の巨人の勢いがあるので、うん、そのあたりはなおさら危ないということですかね。そうだね。だからちょっと前まで8ゲーム差あったんだよ。そうですよね、うん、それをあの9ゲームで9試合で 2.5 まで、はい、近寄ってきてるんだよね。だからここら辺は阪神ちょっと踏ん張りどころかなということと、で DeNA の方はやっぱ両外国人がよく打つということを、ホームランも含めてね。それと桑原がいいわ。あ、うん、だから外が6番からちょっと外れた時に満球を入れたんだけど、はいはい、まあ、その打線を見て変更した方がいいんじゃないかっていうふうに言ったんだけど、外が6番に入ってくれるとそこにランナーが溜まってくるって言ったよね、はい、だからそこでスリーラン打ったりだとかいろいろして、勝負を決めてる、まあ、それと先発ピッチャーがよく DeNA はこの3連戦はすごく頑張ったよね。だから3連勝ということになったと。はい、広島中日、はい、まあ、お互いあんまり調子は良くない。で扇の要、まあ、石原を、まあ、2試合使い、坂倉を1試合という、はい、ことで使ってるんだけど、はい、よく考えてほしいのはいろんなポジションやるといろんなプレッシャーの中でやらなきゃいけないし、はい、どのポジションも中途半端になってしまうっていうこと、まあ、それが一番不安な点だよね。ただ一頃の広島の調子よりは少し上向きになってきてるなという中日戦を見る限りではね、はい、で中日はやっぱ勝った試合はやっぱビシエドがホームランを打ってる、うん、ね、打点を上げてる。なるほど、やっぱビシエドが打点を上げれるようにならないと中日は苦しいということね。うん、まあ一勝一敗一分けということ、はい、ね、でパ・リーグで楽天がソフトバンクに3連勝、ソフトバンクの打線復活かと思ったんだけど、はい、まあ、それ以上に楽天の投手陣がよく頑張ったということ、
で配置転換と言ってるけども、やっぱこう登録抹消早川がなったとか、うん、いろんなことによってやっぱローテーションの流れがちょっと変わってきたし、うん、それとやっぱマー君が連敗を止めたっていうことが、うん、すごくここの3連勝に結びついてるよね、うん、それと島内、岡島、茂木というこの3人、はい、左バッターが当たってきたということだから次のカードもすごく、うん、楽しみになってきてるよね、うん、でソフトバンク打線ピッチャーはね3点ちょうどぐらいに抑えてるんだよね、はい、防御率、はい、でも打率が2割ちょっとしかない、はい、だからやっぱこうこれが待たれるね打線復活がね、はい、なるほど、はい、でオリックス西武、はい、オリックス頑張ったね。でもこの投げ合いはやっぱこっちに白星がついたんだ、うん、言ってるように、はい、で勝ち投手の権利を持っての降りたんだけど1対0で、はいはい、だけど逆転してくれて高橋コーナーに勝ちがついたという、うん、で負けはつかなかったんだけど連敗スタートで後の2戦どうするかなと思ったら、まあまあ今日宮城が勝ってねガタガタってくるかなと思ってたところをやっぱ宮城が止めたという持ちこたえた感じですか、まあ、そうだね、はい、で昨日西武が勝てたんだけども、うん、まあちょっと惜しい試合を落としたという形にもなったしね、はい、うん、だからよくオリックスは持ちこたえたし、はい、まあ、西武は惜しい試合を落としたということ、うん、で日本ハムロッテ、はい、でロッテの方は、はい、荻野マーティンはい、がこの打率だったんだよね交流戦後、うん、だけど草薙で行われた日本ハム戦で、はい、荻野が良くなってきてるし、うん、マーティンが今日ホームランを打ってるし、はい、そうでしたということでちょっと復活気味なんだよね、うん、で日本ハムの方はもう言いようがないというのがなんて言っていいかわからないもうチーム全体もう痛々しいやってる姿が、うん、でエラーは出るしさだからちょっと困ったなっていう、うん、まあ順位もちょっと日本ハムだけ引き離されてるっていうところもありますよね。だから西武が一つ5割からね、うん、へこんでるだけで、うん、あとの借金は全部日本ハムがパ・リーグの背負ってる感じ、うん、はい、だからこれやっぱ辛いと思うわ、うん、で他のチームってこうやって書き方があるんだけどさ、はい、ここだけないんだもん、なんかそれは今度次のカードの、うん、まあ次のカードねため息次のカードに、はい、豊さんが掲げる課題ですよね。そうですね。じゃあ次のカードはこうなっておりますと、まあ、もう明日から始まるんだよね。はい、ちょっとね変則で、うん、ソフトバンクと西武が明日月曜日に行われて、はい、まあ、鷹の祭典ということが毎年行われてるんだけども、うんうん、はい、鷹の祭典っていうのはなんかソフトバンクって頑張るイメージがあるんだよね、うんうん、だからまあなんかのさきっかけをつかんで、うん、そういうこうお祭り騒ぎでソフトバンクがやると、うん、まあ西武は嫌だなっていう、はい、まあ、京セラでやるんだけどねこれね、はい、で西武の方は先頭打者、はい、これどういうことかというとさやっぱ一番バッターに苦しんでるという、で若林が打って若林が怪我したら、ね、岸潤一郎が出てきて、はい、で岸が一頃良かったんだけど打てなくなった、ちょっと不審になって、そうだよね、はい、そしたら金子を使った、はい、でやっぱ金子の打率って低いし出塁率が悪いから、うん、今日は源田を使ったという、そうですね、やっぱね一番固定誰か出てこないとやっぱ西武は、やっぱ西武はあの故障者の中でよく頑張ってるよ、うん、頑張ってるけどやっぱ問題点はやっぱ一番打者だね、うん、だからこの一番打者が活躍するとやソフトバンクを食う可能性があるし、なるほど、うん、でもソフトバンクはもう鷹の祭典で、うん、わっしょいわっしょいで、まあ、打線の復活を願ってますね、はい、はい、巨人広島セリーグねですね、うん、巨人広島セリーグね、はい、はい、まあやっぱり勢いをそのままにということで、うん、もう本当に勢いが出てきてるし、はい、まあ、楽しそうにやってるし、うん、で坂本なんていうのはショートの歴代の、ホームラン数ショートで一番打ったという250号打ってるし、はいはい、だからまあどん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 こういい材料が増えてってるから、はい、やってる姿もすごく良くなってきてるよね、うん、で広島の方はやっぱりね勝てないっていうのは大瀬良大地、これが勝たないとやっぱチームは浮上していかないよ、はい、だからやっぱエースと言われてる男がやっぱ勝たなきゃいけない、はい、森下が投げても引き掛けになっちゃうとかさ、うん、なるし、
だからやっぱり大瀬良がやっぱり一つ止めるという悪い流れをね、うん、はい、やっぱそれにちょっと巨人戦は期待をしたいということです。で DeNA と中日、はい、で本拠地って書いてるのは前回は東京ドームの本拠地に戦ったんだよね、うん、はい、今回は神宮を使うんだよ、はい、横浜スタジアムに帰れないのオリンピックのそうですねことがあるから、はい、だからこうそういう面ではすごくハンディだと思うんだけども、うん、まあ、ハンディを乗り越えて、まあ、頑張ってほしいなって。で状態もいいしね、はい、で、まあ、中日大野雄大って書いたけどやっぱ DeNA は阪神戦に打ってきてるけど、はい、やっぱ中日のピッチャーもすごくいいんでね、うん、だからやっぱ大野雄大が中日は DeNA の打線を止めるか、うん、それともこう打って2連戦だけにやっぱり1勝1敗じゃ何にもならないしね、はい、だから2連戦で2勝どっちかしてほしいという、うん、まあこっちが行きそうだけどね、まあ、DeNA 阪神に3連勝した後ですから、もう勢いは出てきてるからね、特にそういった後はその勢いが止まらないように大事にしたいですよね。いやそれはもう絶対大事だよね、うん、ただ本拠地がねやっぱり神宮ということで、うん、やっぱ不慣れ、何を言いたいかというとさ、横浜スタジアムだったらやっぱもうルーティンが決まってるし、はい、やっぱ居心地のいいところを自分が作ってるわけよね、うん、ロッカールームとか、はい、でもやっぱこう本拠地じゃないところでホームだって言われてもやっぱ落ち着かないと思うんだよね、はい、一つ、うん、だからそこのハンデを乗り越えてほしいなって DeNA には思うよね、はい、うん、なるほど、はいはい、で阪神にヤクルト、阪神はもう焦らないこと、どん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 後ろ追いついてきてるのはもうちょっとそんなに気にしないで、うん、まあ、気にするなんて言っても気にしてるけどね、そうですよね、ね、はい、うん、だけどその焦りから、まあ、例えばエラーが生まれたりだとか、うん、自分たちのプレーができなかったっていうのだったら一番良くない、はい、だどっしり構えるということ、うん、やっぱこういう時こそやっぱベテラン、はい、まあ、例えば糸井でもいいし、だからもう落ち着いてやろうと、ね、まだ首位だしと、まだ首位だしでゲームの消化も巨人よりは遅れてるし、阪神もゲーム数残してるから、はい、2.5 っつっても実質まだ 4.5 ぐらいあるぐらいのつもりだから、はい、だから焦らないということで、はい、気持ちを楽に、そう、はい、それとやっぱり引き分けが一番少ないチームだし、うん、ジャイアンツは10ぐらい引き分けてるしね、うん、でその率から換算するとやっぱ勝ち星の多い方が絶対有利なわけだし、引き分けが勝ちになってるわけだから、はい、阪神はやっぱ焦らないということね、はい、でヤクルト、うん、まあ、正念場継続中、まあ、先も、はい、前回もそうだったんだけど、はい、だけどそのヤクルトっていうのは今年阪神に、1勝ぐらいしてないぐらいしかしてないのかな、うん、阪神は7勝ぐらいしてるんだよね、はい、だからそういう意味では苦手意識があるチームに対して甲子園で正念場を迎えると、でもここでズルズルといったらもう上は狙えないようなそんな雰囲気になってくる、うん、今度は下が気になってくるようになってくるんで、ここはやっぱ阪神に最低でも2勝1敗食らいついておかないと、うん、いけ、まあちょっとヤクルト的にはこの年間をトータル的に占うこの3連戦になる可能性があるよね。なかなかそこはヤクルトは2勝したい、絶対に落としたくない阪神っていうことで、もうかなりせめぎ合ってますよね。いやだからもう本当に見どころ満載のカードだと思うよ、うん、本当そうですね、まあおそらく地元の利、まあ、ヤクルトが巨人との戦いを見たりとかいろいろすると、まあ、阪神有利かなっていうような気はするけど、うん、これがないとね、これがあったとしたら食われる可能性が、はい、もう全カードで両チーム連敗をしているので、うん、もうそこも気持ち的に、ね、止めたいところですね。そりゃそうだね、うん、でパ・リーグ、はい、楽天、日本ハムで、楽天はいい材料が揃ってきたというのは、まあ浅村はね平均してすごく活躍してるけど、はい、まあ、調子の悪かった島内、岡島、茂木っていうところがすごく当たってきたんだよ、うん、でやっぱり楽天の調子のいい時っていうのはその3人トリオっていうのがすごく躍動的なのよ、はい、だそれが戻ってきてるから、いやすごくこう日本ハムとの対戦は楽しみだなという、はい、で調子のいい時に他は2連戦なんだけど、ここ3連戦あるというところが、あ、まあ、楽天がついてるかなっていう、うん、運があるかなっていう、はい、失礼なことを言ったけど運があるかなってやっぱね再編、はい、やっぱこれじゃもう戦えない、
うん、そこまで来てますか。もうね、うん、エラーはすぐ失点につながるし、うん、やっぱ見てると辛いね、日本ハムは、うん、だから再編しないと、再構築でもいいし、はい、再編しないと、もうとんでもないことになるということだよね、うんうん、で、オリックス、ロッテ、はい、勢い再び、はい、これは11連勝した後に連敗したでしょ、うん、で、あ、これダメかなと思った時に引き分けて宮城が勝ったと。やっぱよく、西武3連戦は持ちこたえたと思う、持ちこたえたと思うんだよね、はい、昨日の勝ち方、宮城がよく投げて、はい、まあ、完封リレーで西武をシャットアウトして勝ったんだよね。だから勢いが再び戻ってきた、うん、ね、打線も活発に打ったし、だからよく頑張ったし、その勢いをまた再びロッテに対して2連戦だけども連勝できるかどうか、うん、その勢いを持続してってことですね。そう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 、それとロッテは上昇気流に乗り始めた、まあ、相手が日本ハムだったけど、だけどここで荻野とマーティンが復活を遂げて、うん、で角中が良くなってきて、まあいいよね、もともと、はい、だからそういうことを考えるとロッテは上昇気流に乗ってるからいい勝負をすると思う、うんうんうん、だけどここで2連戦また、まあ、1勝1敗でもいいんだけどロッテの方は絶対2連勝したいよね、やっぱ上を伺う、はい、まあ、オリックスも2連戦だと2勝したいけど、まあオリックスの方はまだ慌てることはないけど、だけど勢い再びまた勢いを取り戻すんだったら連勝するぐらいのつもりで臨んでほしいということだよね、はい、まあ明日からね、ソフトバンク西武が始まるけども、はい、まあ、こういうことを考えながら、見ると楽しいかも分かります、はい、ね、まあ、どうなるか分かりませんが、まあ、ここは巨人が有利、 DeNA 中日は DeNA が有利、うん、阪神ヤクルトは、まあ、阪神はうーん、まあ、最低でも2勝しそうな、まあ、ヤクルトの感じを見てるとね、はい、まあ、しそうな感じで、楽天は3連勝する可能性がある、はい、でオリックスロッテ、これはいい勝負だと思う、はい、でソフトバンク西武、まあ高の祭典で乗ってほしいということ、はい、で西武はまあ先頭打者だな、はい、ね、そこが課題ですか。そこがポイントだね、はい、はい、じゃあ次の対戦の課題と対策はこんな感じでしょうか。まあ、こういう感じだよね、はい、楽しかったけどね、前のカードってファンは大変だよ、連勝連敗、うん、ね、そういうチームばっかりだったら、ね、あんまりないよね。今回もなんかそういう図式になりそうな感じもします。はい、言っときます、そんな感じになる可能性があります。はい、はい。